次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。ん？テーブルにチラシが。あー、線路挟んで向こう側の金ピカジムのチラシか。そうそう、コロナに関連した行動制限が解除されてからさ、あそこのジムかなり PR に力入れてるよね。とりわけ金ピカジムの場合は、業界の中でも本気でマッチョを目指す人のジムって感じがして、ポジショニングの面では完全に他のジムと差別化できていますよね。そこは面白いなって感じてます。うん、フィットネスジムの経営や差別化ね。どうしました？いや、ちょうど今ね、フィットネスジムの新潮流っていうのが来てて、興味深い業界だなとは思ってたんだよね。この感じだとどうせお客様はお見えにならないし、それについて詳しく教えてくれませんか？いや、お客様はお見えにならない、分かってる、そうしようか。はい、じゃあそれではその前にいらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。はい、というわけで今回はまた2人トーク会ということなんですけど、はい、今回のテーマはフィットネスジムなんだけど、たがやみちゃんはどうですか？これまでフィットネスジムに通ったことってあります？何種類もあります。じゃあそのフィットネスジム歴を教えてくださいよ。はい、まず学生の頃はなんか割とプログラムが充実してるところによく行ってたんです、うん、例えばダンスができるとか、へー、あとヨガができるとかと併設してジムがあるようなところに通ってました。まあね、はい、当時まだ大学生だもんね。そうなんです、はいはいはい、なんかいろんなことを体験したいみたいな方が先行してたんで、うん、そういう選び方をしてたんですけど、はい、そこから、社会人になってやっぱり夜のレッスンとか行きたいものになかなか行けなくなってきたりしたので、うん、エニータイムフィットネスに切り替えました。エニータイムね、有名な今も日本中にある、ね、大手フィットネスジムチェーンですよね、はいはい、マシン特化なのでシャワーもついてますし、簡単に足を運びやすいっていう意味ではすごく良かったんですよ。マシン特化ってどういうこと？マシンだけが置いてあるところっていうことなので、つまりなんかトレーナーさんがいないとかそういうこと？トレーナーさんは日中はいるんですけど、うん、さっきの例えばメガロフさんみたいな他のことができるっていうのはない。つまりさっき高山が言ってたダンスとかヨガができるのはメガロスっていうところなのね、はい、僕実は全然詳しくないんですけど、はい、そこはいろんなことができる、ダンスもヨガも。そうなんです、総合型のフィットネスクラブがいくつかあります。それが総合型なんだ、はい、でエニタイムはだからその筋トレとかマシン特化型なんだね。そうなんです、はい。なのでそのマシンの使い方を教えてくれたりとか、うん、どうやって使うとこういう体が作れますよっていうのを教えてくれる人が日中にいるっていうのが特徴ですね、うん、ただ私はズボラだったので、やっぱレッスンみたいなのがあるとこの曜日にこれがあるから行こうってなるんですけど、行かなきゃっていう気持ちになるよね。そうなんです、ただやっぱ行けなくなっちゃったんですよね、うん、ということで、パーソナルジムに切り替えて今チョコザップに通ってます。ちなみにそのパーソナルジムはなんていうところに行ってんの？はい、私はビーストイックという、どちらかというと姿勢を良くするための体の鍛え方みたいなところに行ってました。つまり高山ちゃんは少なくともこれまでに4つのジムを経験してきたと。そうなんです、一通り経験してんじゃんそうなんです、だからかなり調べました、料金体系だったりとか何が特徴かっていうの。でどうですか、実際いろいろ経験してみて、はい、ここが良かったとか悪かったとか簡単に比較はできないと思うんですけど、はい、どういうふうに感じました？そうですね、例えば総合型のフィットネスクラブ、例えばメガロスさんだったり、ティップネスさんとかだと、割と年齢層が上目というかご家庭を持ってるような方とかが割と来てる方も多かった。そうなんだ、はい、ので、割と通いやすいというか、周りの人が割と同じような運動初心者で教えてもらいに来てもらってる方とか、比較的その初心者っぽい人が結構多いのが総合型の、はい、メガロスとかティップネスのね、はい、でもあと飽き性だったりと
かしていろんなことが体験できるので、うん、そこはすごく面白かったなと思いますね。でエニタイムはやっぱりこう自分でストイックに例えば YouTube で何をやったらいいか分かってる人が来るような場所、クロート向けなんだ。そうですね、どちらかというと。なのでやっぱりこうちょっとストイックな感じで自分も準備していかなきゃみたいな、うん、行くまでのちょっとハードルが個人的にはどんどんこう出てきたっていう、気持ちを上げていかないといけないなみたいな感じだよね、はいはい、っていう感じでしたね。なので、まあ、パーソナルジムに通っていいストイックね、はい、自分のここはもう本当にこう自分が例えば猫背でデスクワークをしているのでそこを改善するために肩周りどうやって鍛えましょうかだったりとか、骨盤がちょっと後傾しているので腰を反らないように前傾に直していきましょうみたいな体の使い方と筋トレっていうのを同時にやっていくようなことをしていました、うん、はい、そしてチョコザップは？そうなんです。でそこからまあ自分の体の使い方が分かったので、うん、チョコザップに通うようになって、まあ、通う頻度も習慣化できたので、まあ、頻度を高くできるだけ安く、まあ家帰ったら風呂入ればいいやぐらいの感じで契約したっていうのがチョコザップですね。コロナになって、うん、ジム通えなくなったじゃないですか、はい、あの時は結構やっぱり辛かったわけね。そうですね、やっぱり行って体を動かすっていうのが気分転換になっていたので、うん、行けないストレスは感じてましたね。実際どうですか、ジムの利用者としては、うん、ジムそのものフィットネスジムに対して、まあ、コロナの前後でなんかどういう変化みたいなのを感じてます？やっぱり当時は時短営業になっちゃって夜が空いてないとかもそうですし、うん、あとは人数制限があって入れないとかも結構あったりしたので行ったのに何もできないみたいなのも起こりうる状況だったんですよね。行ったけどもう人数制限あるから入っちゃダメみたいになって、はいね、待ちなさいみたいになって、うん、とかもあったのでそこはちょっとやっぱり足が遠のく原因に、はい、なったかなと思います、ね、もちろんお店側もしょうがなくやってるんだけどね。そうですね、ただまあやっぱり一方でオンラインプログラムがすごい普及してきたので、あ、まあ、YouTube もそうですけど各その、ジムごとに、うん、オリジナルのプログラムをネット上に上げてくれたりとかっていうのはあったので、まあ、そういう意味では割と身近になったというか、うん、はい、体を鍛えるって大事なんだなみたいな風に風潮を作ってくれたのかなというふうにも思います、うん、はい、であとはですね、コロナ禍以前はその例えばマシンを使ったりとかした時には、うん、備え付けの自分が持ってるタオルで拭くっていう感じだった。汗を拭く、そうね、はい、なんかマシンにタオルついてたりするし、僕もそうだけどなんか自分で持ってたタオルで拭いてたりとかするよ ね、 ね、はい、あとはアルコール消毒とマスクが必須っていうのはかなり変わったなというふうに思いますね、まあ、だって汗とかね、うん、人の、まあ、いわゆる息とかが飛び交うとこだからね。そうですね、っていうのはありましたけど、まあ、最近は私は今チョコザップに通ってますけど、うん、除菌シートとか、うん、あとはアルコールで一応拭き取るっていうのだけはやってくださいねっていうルールはあるんですけど、うん、マスクはもう外していいよっていうふうになりました。なるほど、皆さんも結構マスクも外して、はい、チョコザップとかジムは通ってる人も増えてきてるんですか？そうですね、増えてきてますね。じゃあようやくそのジムの世界でもなんかコロナ明けが見えてきたっていうことなんだね、うん、そうですね。いやでも本当に今回浜カフェのスタッフさんともジム遍歴について話してたら、まあ、これだけ遍歴あったら喋れるよねそうなんですよ、やっぱ立地的な強みだったりとか、うん、まあ、それぞれのプログラムの強みだったりとかっていうのが個性があるなっていうところを、まあ、やっぱり思いましたね。あ、ジムの個性ね、はい、まあ、いろいろねちょっと聞いただけでもあるもんね。そうなんです。例えば他にどの辺が個性的なジムなんですか？はい、ちょっと名前だけ先ほど挙げてしまったんですけれども、業界6位で関東関西東海地方で144店舗を運営するティップネスさん。いや、まあ、ティップネス僕も知ってますよ。もう ね、 うね、有名ですよね、はい、やっぱり割と駅近にあるのと、まあ、都心に集中しているので都内の方は馴染みがあるのかなと思います、うん、でこちらは2014年に日本テレビが全株式の取得を発表していまして、実は、まあ、番組内で日テレとコラボした企画とかも行ってるんですけど、例えば2年前に番組企画で、後藤春菜アナウンサーがヨガ講師の資格を取得して、そのアナウンサーが講師を担当するレギュラープログラムが誕生したりとしています、はい、他には私が先ほどご紹介したメガロスなんですけど、メガロスね、はい、プログラムがあるというのもそうなんですけれども、はい、一番の特徴は野村不動産の運営なのでマンションの中にあるんですね。でしかも業界8位で今全国44
4店舗展開しています。おー、はい、面白い。なのでやっぱり施設の中もすごい綺麗ですし、あとは天井が高いみたい な、うん、なんか特徴を個人的には感じてまして、はい、なんかやっぱその高層マンションの中の一角なので、まあ、いろんな方が幅広く通いやすいようにっていう風に工夫されているように感じます ね、 はい、ね、はい、であとは最近だと、ジェクサーというジムも出てきてます。これはジェクサーね、はいはい、首都圏で16店舗運営されてるんですけど、 JR 東日本が運営してるんですね。そうなの、はい、であの例えば大井町だと駅直結だったりとかで、まあ、よりとビジネスマンの方たちが通いやすいっていうのが特徴だったりして、そっか、はい、ジムそのものがまずいろんなジムがあって、うん、かつそのジムを運営する主体の会社がいろんなところがいて、ジムの利用者にとっていかに続けるかとかいかに通うかっていう、まあ、最大の問題に対してこうやって差別化して勝負してるんだなってことが分かったけど、まあここまでジムの話聞くとね、筋肉への憧れが芽生えてきましたか。そうだね。となると例の金ピカジムに入会を。何言ってんの。この曲を聞くしかない。アニメ筋肉マンオープニングテーマ、串田明で筋肉マンゴーファイト。というわけでもね、筋肉マンは僕の世代の特に男性はもうね知らない人はいないですよね。シリーズ累計7700万部突破の、まあ、超人気漫画ですね。作者のゆで卵というのは、まあ、島田隆さんと中井よしのりさんのコンビでゆで卵さんというわけですね。ロビン・マスクとかテリーマンとかウォーズマンとかブロッケン・ジュニアとかですね、まあ、いろんな超人との友情もあって、まあ、敵を倒しながら、まあ、強くなっていくという、まあ、本当本当に今大人気漫画ですよね。やっぱ筋肉っていうと僕はこれかなっていうそうですよね。高見ちゃん筋肉マンどう知ってます。もちろんです。でもなんか昨日の敵は今日の友みたいな、なんかどんどん仲間が増えていく。そうそう、あの展開が敵がねだんだん友情パワーで味方になっていくっていうねいいですよね、はい、あの辺も僕も大好きでしたね、はい、というわけで、うんうん、あのまあ、筋肉マンもいいんだけれども、高見ちゃん今回いろんなジム紹介してくれたじゃないですか、はい、で僕やっぱり、ね、その中でやっぱ一番今注目すべきは、うん、今タガエメちゃんが通ってるチョコザップだと思うんだよね。これね経営学者としても非常に気になるんだよね。どんなところに注目されてますか。まずは出店ペースですよね、うん、今チョコザップはものすごい勢いで出店を進めています、はい、チョコザップって、まあ、スタートしたのが2022年、去年なんだよね。すごいですね。ところが今年2023年の例えば8月14日の時点ですでに全国32都道府県に880店舗も拡大していると。いやーすごすぎます、ね、当然それに伴って会員数も増えてきてて、8月15日時点ね、2013年8月15日時点で会員数が業界1位の80万人。実はそれまでの業界1位2位だった会員数78万人のエニタイムフィットネスとか会員数77万人のカーブスをたった1年で超えちゃったんだよね。この驚異的な成長には皆さんすごい注目されてますよね。いやそうなんですよ。で実は僕もね、うん、ちょっと少し前に、はい、まあ、経営学者としてチョコザップの幹部の方とちょっとお話を伺って、おでいやものすごい出店ペースなんで、ちょっとその時にお話質問したのが、これだけ出店ペースが激しいと、まあ、人ですよね、うん、普通は事務経営って人が必要じゃないですか、店舗に。だから人とかね、その実際その組織の力が十分ないままこんな拡大すると普通は会社ってうまくいかないわけですよ、うん、大丈夫ですかって質問したら、はい、いや全然大丈夫ですと。なぜかというと、高見ちゃんはねチョコザップ通ってるから知ってると思いますけどチョコザップって店舗が無人なんだよね。そうですね、完全に人がいないですね。あ、やっぱり行くとそうなんですね、はい、店舗に人がいなくていいから人材を確保して、まあ、トレーニングしたり成長させる必要が実は従業員がねいらないんですよ。そうですね、それがすごいですよね。そうなんです。でその代わりそこのチョコザップのその地域のチョコザップのコミュニティをやっぱ好きな方々がいて、その方の善意で、まあ、片付けをしてくれたりメンテナンスをしボランティアである意味してくれるんで、結果的に、まあ、あの低いコストで店舗を運営することができる。だからものすごいペースでお店を伸ばすことができるっていうことなんだよね。これ、まあ、あの
経営としてもすごい面白いし、地域の方にとっても新しいコミュニティの場所になってるっていうことですから、いやー面白いなーっていうことですよね。事務起点で何かが始まりそうですよね、うん、そしてもう一つ鍵になることがあるんだよね。何でしょう。これはね、実はね、ヒントはこの曲の中にあるんだよね。ピート・マック・ジュニアでルパン三世のテーマ。このルパン三世もね、もう知らない人はいないですよね、テレビの第一シリーズが1971年から72年にかけて放送され、まあ、現在までテレビシリーズは6シリーズ放送されていて、まあ、それ以外にも映画とかね、もういろんなところでまあ超大人気のアニメですよね、はい、ね、ルパン、それからまあ次元、五右衛門、そして謎の美女ね、峰不二子と、はい、そして銭形警部ですよね。たがやみちゃんはどうですか、ルパンは。もうそんなの峰不二子になるために筋トレしてると言っても過言ではないですよ。おお大きく出ましたね。あ、峰不二子になるために、はい、いやもうあのセクシーボディになりたいですよね。いやね、本当、はい、峰不二子のねスタイルは、まあちょっと現実はね、ちょっとある意味ありえないですけど ね、 そうですね、でやっぱりもう男性もね、まあ、ときめちゃいますよね。そうですよね、はい、でこれがチョコザップの鍵にどうつながっていくんですか。これね、まさに峰不二子なのよ、うん、ルパンといえばセクシーボディの峰不二子にぞっこんじゃないですか。そうですね、峰不二子の言うことならどんな無茶を聞いてでも実行しちゃうじゃないですか、ルパンって。うん、そうですね、つまりこれ経営学とかビジネスの用語で言うと、ルパンは峰不二子に対していわゆるエンゲージメントまあそんなんて忠誠心ですかね、が異常に高いっていうことなんですよね。なるほど。ただこのエンゲージメントと事務運営ってどういう関係があるんですか。はい、実はですね、ここからは僕が経営学者として考えてることなんですけど、はい、僕実はライザップのビジネスっていうのは、うん、このまさにエンゲージメントっていうのをすごくうまく使ってるっていうのがポイントだと思ってるんですね。あのライザップっていうのは、うん、あの実際、まあ、あのライザップで痩せた方とか、うんうん、あの運動した結果ね、あるいは実はライザップの関係者の方にもお話を伺ってると、うん、ポイントは徹底的なエンゲージメントなんですよ。まあそのもうライザップにある意味ハマっちゃうってことですね。あ、すごい。そうなんですね。で自分自身をまさにコミットすると、うん、これどういうことかっていうと、はい、ライザップって結構大変じゃないですか、トレーニング、ね、ものすごいね。だって簡単に体ってあんな鍛えられないし体重も落ちないですから。じゃあどうやったらあそこまでライザップ使ってる方がコミットできるかっていうと、ポイントは実はね、トレーナーさんなんですね。トレーナー、はいはい、で例えばライザップに行くと、例えば男性の方が行くと常にそうじゃないけど、例えば女性ですごくあのいい意味で人間的に素敵な、うん、例えば女性の方とかがトレーナーで扱ってがられると、うんうん、あるいは女性の方が行ったら、まあ、別に女性の方が入る時もあるけど、うん、男性の方でいい感じの方が当てがられるみたいになってて、うんうん、でそうするとちょっとね、これあんまり表現良くないかもしれないけど、うん、いい意味で言ってるんですけど、うん、ちょっとねホストクラブみたいな感じだと思うんですよ。お、なるほど。つまり、はい、すごく人間的にもトレーナーとしても優秀だけど、うん、人間的にもすごくいいそのトレーナーさんが頑張ってください、うん、できますよ、痩せられますみたいにして、はい、こう盛り上げて気持ちを盛り上げてくれるらしいんですよね。そうするとそのライザップに通い出した人は、うん、その自分のために以上にこのトレーナーさんのために頑張ろうってなるらしいんですよ。なるほど。しかも会いに行きたくなるんで通う頻度も下がらなそうですよね。そうなんですよ、うん、だからまさにルパンで言うと峰不二子のためなら何でもやるみたいに、はい、このトレーナーさんのために自分はちゃんとライザップに通って結果を出さなきゃって思うらしいんですね、うん、へえ。まあでも確かにそれだとこう通い続けられるし結果も出そうな気がします。そうなんですよ。だからライザップって結構な短期間で本当にわって結果を出せる方がいて、うん、それがだからやっぱりライザップがすごく注目されてた理由なんですよね。で、まあ、ある程度成功したと、うん、理由で知らない人はないんですかね、はい、ただ、うん、あえてライザップの弱点を言うとすると、これライザップに通ってる間はいいじゃないですか、はい、トレーナーさんのためにやってるから。 でもライザップをもしもうやめちゃうと、はい、トレーナーさんに合わなくなるんで、そうですね、とやっぱりエンゲージメントが下がっちゃうんですよね。だから、まあ、一般には全員がそうじゃないけど、はい、ライザップを経験してからリバウンドする方もたまにいると、うん、いうふうに言われてて、ただもちろんね、そのまま体型をキープされる方もいるんだけど、やっぱりそういう課題がある人も出てきかねないっていうのが多分ライザップの弱点なんですよね。なるほど。それに対してチョコザップっていうのは、はい、同じようなエンゲージメント習慣化なんだけど、
気軽なエンゲージメントなんだよね。そうですね、まさにこれ高見ちゃん実感してるでしょ。実感してます。ライズアップはトレーナーさんのためにやるんだけど、うん、チョコザップはそもそもトレーナーさんがいないわけですよ、うんうん、いないんだけどだからこそハードル低いわけですよね。無人だから気軽に行けて、うんうん、そしてチョコザップって安くて、そうなんです。そして服普段着でのままでもトレーニングしていいよみたいな気軽な感覚だから楽にできる、うん、だから何度も通えて、でもうちょっと疲れたなと思ったらやめちゃうわけですよね、うん、トレーナーさんいないから。そうなんです。でもだからこそ軽いトレーニングをずっと続ける、うんうん、だから弱いエンゲージメントなんだけど弱いからこそ長い間習慣化できるわけですよね、うんうん、まさしくそうですね。そして結果として、まあ、だんだん体が健康になっていく、うん、つまり一気の短い時間でギューッと圧縮してそこでエンゲージメントを高めて結果を出すのがライズアップの仕組み、はい、それに対して気軽だからこそ毎日毎週通えるっていう習慣化を根付かせることで弱いんだけど持続するエンゲージメントを作るのがチョコザップ。実は全く真逆なんだよね。確かにカニバラ内ってすごいですよね、うん、だからまさにこのライズアップとチョコザップのビジネスがお互い食い合わないで共に成長してるっていうことだよね。すごいですね。ここまで広がった要因というかは何、どんなところにあると思われてますか。あ、まあ、他にですね当然ながら、うん、実は1週間に来館が来なかった、もうやっぱデジタル化が進んでるんですね、うん、なんで1週間来館が来なかった人にはちゃんとアプリで来ませんかっていうふうにやったりですとか、うん、それからもうその店舗は無人っていうのは当然なんかいろいろ課題もあるんで AI カメラを入れたりですとか、うん、でその中でどういうマシンが一番使われるかっていうのを解析したりとか、まあ、そういう工夫もどんどんしながらチョコザップは進化してるということですよね、はい、いや本当にチョコザップ自分も通っているんですけれども、この習慣化の仕組みっていうのはもう私たち浜カフェを運営している飲食店の従業員にとってもヒントになりそうだなと思います。そうね、我々習慣化ができてないからねお客さんのね、だからお客さんこんな少ないからね、やっぱライズアップから、ライズアップとチョコザップから学ばなきゃいけないよね。学ばないといけないですね。はい、入山です。はい、あ、はいはい、本当ですか。いや、ぜひ来週月曜にお願いします。はい、お待ちしてます。どうされたんですか。いやね、以前からお越しいただけないかなって思ってた株式会社ソトコトネットワーク代表取締役の小野田隼人さんがお越しになれるっていうんだよね。いや、この方経歴もユニークなんだよな、楽しみだな。へえ、ユニークな経歴。そしてもう一人は、3年前にもご来店されてるんだけど株式会社松下村塾、松下の村塾の松は笑うの松ですね、松下村塾代表取締役の高松奈々さん、お二人と社会問題を自分ごとにするにはをテーマに話していこうと思うんだよね。これは学びがありそうですね。マスター、よければ私も。うん、もうぜひぜひ。それじゃ今週はこの辺で、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、 YouTube やポッドキャスト、 Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。またラジコアプリの番組ページのフォローボタンを押すと現れるベルのボタンから、放送前の事前通知が簡単に設定できます。ぜひ登録してください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、フィットネスジムの新潮流、出演は見習い店員田原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。